など続々と偶数番各馬ゲートを埋めていきます最後14番、名を一根収まって係が離れましたゲートイン完了スタートしましたと2番のクリニクラウンがつまずくようなスタートースタート、高ダッシュ4番のロイガ・ベーグル まず飛び出そうとしますが真ん中から8番の日東雷神出ていきました11番のネイリッカ足毛の2頭が先頭2番手さらに15番、栗のナイスガイそして7番、ソウルズベリーゴールマン過ぎました4番のロイガ・ベーグルその後ろになって さらに外からは9番のバックストゥーム上がっていきました内に入って6番のサバビアンで1コーナーカーブその後から10番のファイブレターが行っています1コーナーから2コーナーに向かって11番ネイリッカ先頭に立って1馬身リード15番のクリノナイスガイ今日は先行2番手ですその後7番のソウルズベリーが外3番手2コーナーインコース4番手8番のニットーライジンその外に並んでいった4番のロイガーベーグル向こ上面に出てさらには9番バックストゥーム広がりました1バシン10番のファイブレター コース外は6番のサバビアンあとは1馬身12番のトゥーサンに行って外から追い上げる14番、名将一根後方は5番のアイアム一流そして1馬身半差1番レリジール・ダモーレ後方から4投目ですその後13番、タガノリバイバーが行ってこれから3コーナーカーブ2馬身切れました後方3番、西の追い風2番のクリニクラウン。 この2頭並んで後方です前は3コーナーカーブを回っていきました先頭11番ネイリッカリードが体半分2番手15番のクリノナイスガイ残り400を切って4コーナーカーブ外は7番のソールズベリースーっと外から4番のロイガベーグル押し上げていきました第4コーナーから直線コースに入りました内を狙って8番の日東ジンさあ直線の攻防振り切るか11番ネイリッカ200を切りましたこれを追って各馬各馬の間から後攻にいた1番レビジール・ダモーレが一気に前に襲いかかってその後3 番先頭は1番レリジール・ダモーレ、ゴールイン2着、11番ネイリッカ粘りました3着争い10番のファイブ・レターと外から最後追い込んだ5番のアイアム一流この2頭3着争いその後に4番ロイガー・ベーグルやや伸びをかきました勝ち時計は1分46秒8道中は後方にいました1番のレリジール・ダモーレ直線 振り切りにかかった11番ネイリッカをめがけて襲いかかる横にずらっと広がった角馬のやや内目間から一気に伸びて1番レリジールダモーレ突き抜けました11番ネイリッカ2着3着争いが10番ファイブレターと5番のアイアム一流これは接戦勝ちロ計1分46秒8ゴールまでの 800m49 秒 7600m37 秒0でした